植木駅は愛知県北郡竹豊町下門にある名鉄高和線の駅。駅番号は KC15。6両までに対応した2面2線の相対式ホームを有し、無人駅である。2007年3月14日に駅集中管理システムが導入され、それぞれのホームに駅舎が設けられた。かつては一部の急行が停車していたが、北半田駅で普通へ、 種別変更をするようになったため、現在は普通のみが停車する。フット駅廃止により、住吉町以南で唯一の急行通過駅である。なお、1980年代前半までは普通の一部も通過していた。駅名は、駅東側の事情家から取られている。由来は、諸説あり、などの説がある。かつて、 青山駅当駅間には伏線化の過程で、蛇ビ信号所が一時期存在した。ABC 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年史名古屋鉄道、1994年、872ページ。寺田雄一、海底審判データブック日本の私鉄猫パブリッシング、2013年、256ページ。 ISBN 978から47億7701万 3364AB 駅時刻表名古屋鉄道名鉄バス2019年3月24日閲覧電気車研究会鉄道ピクトリアル通関台816号2009年3月臨時増刊号特集名古屋鉄道端末折り込み名古屋鉄道配線略図 ビットータクを、各駅地名会名古屋鉄道の巻、東海地名学研究所、1982年ピアニッシモ、317から318、竹豊町市編纂委員会、竹豊町市本文編、竹豊町、1984年、P363、令和2年度移動等を円滑化取り組み報告書、名古屋鉄道、2021年8月10日閲覧、 名鉄120年市編纂委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年市名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。ありがとうございます。